皆さんこんにちは。こんにちは。かなです。あげやです。今日あれ場所が逆じゃない？じゃいつもこうじゃない？違うよ。逆だよね。あれフォーメーションチェンジ。はい。今日は丸丸王第3弾。今日は誰王ですか？はい。はい。アキポンに質問を10個考えてもらいました。イエーイ。内容はママも知りません。あ、カンとママで対決？そう。カンママ対決です。まず。待って、なんか読めない、はい、勝負が。私もね、これはカンにはさすがに当ててもらいたいっていうやつは何個かある。お。フル勝負。4問ぐらいはスプラの質問です。え？ちょっと待って。そんなママわからんじゃん。そういうふりじゃん、ママ。てか、秋と言ったらスプラかゲームかしかない。スプラのことわかんないからね、ママ。頑張りましょう、じゃあ。カンもわかんない。今日は先に言っちゃいますか？ご褒美と罰ゲーム。え？後で言いますか？うん、後でにしよう。後でしますか？あります。それは、ママと秋ちゃんが一緒に考えたやつ。のん。私だけのけものにしてあなた寝てたじゃん昼まで昨日9時ぐらいに寝て帰ってきて制服のままバターンって寝てさっき12時まで寝てたからねだから15時間寝すぎでしょ違うって伝え疲れてるって伝え現代子は疲れてるのはいじゃあキポン早速第1問目いいですかはいはい、僕の好きな食べ物は次のうちどれでしょうお、サンタクとかそう、サンタクキュウリの浅漬け2、桃の作るオムレツ、はい、3、いちご飴ちょっと待って、全部好きだろえ、一番好きなのってことそうまず、桃のオムレツはないなだって、桃のオムレツてんてんてんせーの3番好きだからうんえ、3番って何だったっけいちご飴いちご飴つく2番ママのオムレツに決まってるよね2番はまずないって思ったかなんでよ、あきちゃんだって2番オムレツだよ今日って言ったらやったって言うもん、はい、3番だろ2番でしょ3番のいちご飴です待って待って待って。やっぱママが作るオムレツなわけないよね。それも好きなんだよね。順番で言い換えたら3、2、1。あ、じゃあ2って。いちご飴、オムレツ、キュウリの酢漬け。ママはいちご飴に負けました。第2問。私の誕生日当てなさい。はい、僕の好きな色は何でしょう？いや、どこがサービス問題？これはわかるぞ。前までこれずっと言ってた。けど、今はどうか知らない。分かった好きな色えこれはママ一発で分かりましたよいくぞあ、待ってこれちょっと当ててもらわないと困るえらい迷ってるよいつも何を見てるんでしょうね、アキポンのね分かんないせーの、黒カンも黒と白って書いたんだよ、さっきだけど、好きな色って聞かれた時にアキは白って言うのかって思ったらそうじゃないなって思ったから黒どっちかにしてもまあそれだったどっちかじゃあ一色なの口で言っていいよじゃあ黒じゃん黒でしょ正解は好きな色は黒ですおし当たり前まで黄色と紫好きだったから黄色と紫って書いたんだけど待って最近黒しか着てないぞって思ったそう黒もうねなんか怒るのよね色物今日珍しく赤着てるんだけどはい正解しましたねちょっとおまけ正解みたいな感じだったママはそうだよダメだよ、はい、0.3 ポイントは第3問僕の最近ハマっていることは何でしょうハマっていること、うん、ものじゃなくてそうあ、わかったここで勉強って答えてほしいな2番いやちょっとこれ当ててほしいないいよせーの絵を描くこと絵を描くことおー一致した下場のキャラメルフラペチーノ
チョコチップホイップの追加を頼んで飲むことです。それもハマってる。確かに。え、ホイップも追加してるの？たまに追加してる。不正解、不正解、二人とも不正解。いつも絵描いてんじゃん。わそう、今日もね、ちょっとムザンとタマヤさんの絵を描いてます。見る？おお。さあ、お前の大嫌いな詩がすぐそこまで来たぞって言ってるとか。あ、いいね。タマヤさんめちゃめちゃかっこいいからね。ねえ、かっこいいよね。待って、スケッチブックまで買ったの。え、昨日ね。3時間中だったか。昨日はお友達と遊びに行ってパスタとパフェ食べてプリクラ撮ってスタバに行って帰ってきた。そう。あとね、あのあれバナナチョコのなんかフレンチトーストみたいなの食べた。めっちゃうまかった。へえ。次。はい。かんちゃんが放心状態になってる。僕の好きなゲームは何でしょう？第4問です。は？え、どっちだろう。あ、わかった。これしか思い浮かばない。いくぞ。どっちかだよね、これ。せーの。スプラトゥーン。スプラトゥーン。おー。2。 2だよね。スプラトゥーン2。赤ちゃんになってるよ。やばい、ワンちゃんに1問リードされてる。リードしてる。ちょっと待って、これからスプラの問題出てきたらママわかんないんだけど。はい、次。はい。スプラの中で一番好きな武器は何系でしょう？何系？これ簡単だね。え？ん？全部例を挙げればいいんでしょ。シューター、ローラー、マニューバー、チャージャー、エスピナー、スロッシャー、傘、筆系、傘。もうどれが何なのか分かんない。リールガン。はい、いいよ。せーの、シューター、チャージャー。で、何ってどういうこと？わかんない。なんか適当に書いたでしょ。いきます。チャージャーのピッター 4K カスタムです。いや、これは意外だった。なんでシューターって思った。やったー、追いついたで。すげー。待って、シャブマーカーによって何シューターの中で好きなやつ。そうそうそう、って言ったっけ。うん、腹立つわー、マジで。次。はい、次。これはね、多分サービス。お、スプラの中で一番嫌いな武器は何でしょう？は？無理。だからスプラがわからん。これはね、相手にいても自分でも嫌です。これかな。マジでこれは嫌い。はい、せーの。スロッシャー、ローラー。はい、答えを見てみましょう。ローラー系のカーボンとスプラローラーとかです。いや、自分で使ってんじゃん。使っとらんよ。ローラーはマジで、もう味方にいても自分でも相手にいても全部嫌い。朝日ローラーの使い手なのに。そう、いやでも朝日はね、ダイナモだから実力は出るって感じ。リードしました。すげえ。あら、マジ意味わからん。顔がね、あの、はい、嫌いだからという意味で。やばい。嫌いだという意味。それなんか頬骨やばくない？頬骨。次、第7問。はい。僕のやりたいと思っているゲームは何でしょう？今。あ、銀がハマってるやつじゃないですか。せーの。ルイージマンション。ルイージマンション。だってやってんのそれしかないじゃん。違う、今ピクミン3だよ。おー、かわいい。ルイージマンション終わった？ルイージマンションとっくに終わってるけど。ルイージマンションとヨッシーワールドと折り紙キング全部終わってるわ。待って、ルイージマンションもう配信も終わってるよ。いきますよ。最近のことよくわかんない、はい、ピクミン。正解。ママでしょうね、でしょうね。なんか見てるもん、銀がやってるのずっと一緒に見てるの。そう、もうマジ可愛いの、癒されちゃう。かんちゃんやばいですよ。次。もうやだ、これはみんなもわかる。また罰ゲームだもん。第8問、僕の今欲しいものは何でしょう？え、だからそのビクミン3のゲームのカセットじゃないの。顔怖いけど。顔怖いんだけど。わかんない。
何もわかんない何かすらもわからないせーの、コピックの違う色、ペット、猫。おー、あー、チンチラだよそこは。正解は、私の親友が持っているキッズフォン。キッズフォンでーす。キッズフォン欲しいの？だって LINE もできるじゃん。あー、次、はい、僕の最近の悩み事は何でしょう。さっき言っとったよ、悩み事。さっき言っとったよ、耳の中がつていっぱい何？ほじりすぎじゃない？い、せーの、ニキビ。少し太ったこと。ニキビじゃないの？なんでしょう。夢は見れないのか、夢日記は思うように。夢だ夢だそれなんて言ってたの今夢を見れないことと夢日記を書けないこと。あ、夢を見れないことが悩み。失礼だね、少し太ったとかニキビとかそう、あきちゃんね、あの無限列車見てからずっと夢を見たがってるんだよね。なんで？幸せな夢を見たいんでしょ。そう、癒されたいの、現実の悪夢。だからあの鬼にほら見せてもらえばいいじゃん。どんな夢見たいの？例えば見せてもらえるなら。空飛ぶ夢。あ、空飛ぶ夢。これ不正解ですね、2人。夢か、夢言ってるな。次、はい、最後。あれ最後もう、うん、かんちゃん3ポイント、ママ5ポイントだから最後3ポイントにしますか、うん、あ、最後、一日の中で一番好きな時間は何でしょう。かっこ平日。平日？一番嫌いな時間はお風呂でしょ平日には意味があります。え、は、せーの、はい、習い事があってセブンでみかんを買って家でゆっくり食べること。アイス食べる時間。おお、え、それは、え、あ、平日じゃなくてもやってる。え、そうだね。学校の昼休みとか休み時間に友達と遊べることです。不正解。なんか可愛いこと言ってんなってことは3ポイント対5ポイントでママの勝ち。かんちゃんこのゲーム弱いねこのゲームすごく弱いね。ママ日頃私がね、どれだけね、塾で頑張ってるかがわかりますね。そうだね、家族にどれだけ関心がないかわかりますね。人に関心がないの。学校でなんて呼ばれてるかというと、ソルティって言われてる。塩？そう、あの、塩対応。そんなにソルティって言われてる。へぇ、そんなに塩なんだね、周りの人。いや、アイス振る舞わない人は嫌われるぞ。そう、罰ゲームは、そうだよ、この罰ゲームダメじゃん。ママも巻き添えじゃん。私もうすうす思ってたよ。何？だから、この人タクシーで渡すのね。おー、どこ行くと？チャリチャリチャリ。あ、なに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 、電車で行かせればいいやんってどこ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 。ね、ご褒美はサーティワンのアイスクリームかクレープ、うん、ゲットできる、うん、罰ゲームはそれを買いに行くプラス、その買いに行く間に、あの、自分の最近あった恥ずかしい話を暴露する。絶対巻き添えじゃんっていうやつそう、だからかんちゃんが罰ゲームだとしてもママは連れて行かないといけないで、私もちゃっかりアイスを注文するというね何それ。それはでもちゃんと恥ずかしい話を暴露してからの、うん、あれですよ。よし、ニコニコで、その恥ずかしい話を聞くためにアキラも同情しなきゃいけないでしょそうだね、なんさ、3人で行かないやん次は誰王になるのかな、これカンナ王だろう。うわ、最悪。カンナ王ですか。カンナ王だろ、ここはあの、ちなみにパパ王もう準備はできてる、大体。はぁ、はい、じゃあ次回もお楽しみに。バイバイ、また見てね。また見てね。アイス買いに行こう。取れてる。恥ずかしい話はどう。恥ずかしい話はしなきゃいけないんでしょ。1個ね、あるって言ったよ。1個は、あの、塾の国語の時なんだけど、問題がこう2段に分かれて書いてあったんだけど、問い6が選択肢がね、あ、い、う、えってな感じになってたのね、うん、そので、その問い6の答えがえですって言った瞬間にカンが、え、先生、問い6にえなんてありませんよ選択肢って言ったら、え、
下にありますよって言われたのが恥ずかしかったっていうのが1個と、もう1個、全然恥ずかしくないじゃん。え、めっちゃ恥ずかしかった。そう、言い方がちょっと恥ずかしかった。恥ずかしくないじゃん。でもう一個何がある？てか私ちゃんと真面目に生きてるから、人生人生真面目に生きてるから。恥ずかしいことない。じゃあ今かんちゃんが持ってる秘密を一つ。秘密？本聞いてあげて。私酔ってんの今。酔ったの？実は今好きな人がいません。1個言った。駐車さんに言ってなかったから。あ、ダジャレ3連発。ダジャレ3連発、うん、ちょっとくんのお借りしようかな。飛行機の副操縦士は副操縦士。布団が吹っ飛んだ。カレーはカレー。はい、3つ言った。ダジャレもっといいのあるでしょ。ないし。缶の缶は当たる。あ、すごくね。グライダーを飛ばすのは何時ぐらいだ。おー、うまい。友達がやってた。あ、あった1個恥ずかしい話。あの塾にピッちゃんっていう子がいるんだけど、小6に、そう、この間久しぶりに会った時に髪がなかったのね。え、ピッちゃんいつ髪切ったのって言ったら、後ろで髪結んでるだけだった。恥ずかしかった。私いろいろ恥ずかしいのあるよ。じゃあ次にあきちゃんの恥ずかしい。いいじゃん。何漏らしたのが小6。それ何でも言ってるよね。なんで黒歴史の時もそれ言ってたし、恥ずかしい話の時もそれ言ってたよ。じいちゃんに、そう、ふいで、へそつつかれて、はしゃぐったときに、ブシャって出てきた。そうね、あの、学校に、パジャマ入っていったのが小5でしょ。あ、大丈夫、中2でもパジャマ入ってくるやついるから。と、学校でね、女子と男子で着替えの別があるスタイね。うん。そのときに、ズボンと一緒にパンツも脱いだ。あ、ズボン。あ、体育の？みんな聞いて、ママが迷子だよ。迷子です。ママが迷子です。来ました、サーティーは。あ、はい、めっちゃ美味しそうなんですけど。あー、いい匂い。柔らかめが好きだったね。